特集です。通信制高校に通う生徒の学習支援を行うサポート校と呼ばれる学校がこの春明石市にオープンしました。それぞれの個性を伸ばし、社会の中で生きていく力を養うことを目指す学校の取り組みを取材しました。明石市にある清風館高等学院。ここは通信制高校に通う生徒を支援するサポート校と呼ばれる学校で、この春開校したばかりです。利用するのは不登校や睡眠障害などさまざまな理由で全日制高校を選択しなかった生徒たちです。自分その中学校その不登校ででまあその内申とかも全然なかったんで、それで通信制ってのがあるからどうかなみたいな感じで検討してたら、この清風館があってその見学に一度来て面白そうだなっていうので。パン作りが得意な2年の男子生徒は、朝なかなか起きることができない起立性調節障害に悩み、全日制の高校を中退しました。夜の12時とか10時からずっと朝6時までとか、でも今日もずっと朝まで起きて来てみたいな感じで、今日めっちゃ久しぶりに学校来てサポート校の役割は学習支援がメインで、生徒は通信制高校に通いながら高校卒業の資格取得を目指します。文部科学省の最新の調査によりますと、通信制高校に通う生徒は全体のおよそ 7.5% で13人に1人の割合だということです。個性を尊重し生きる力を養いたいと話すのは、清風館の学院長として生徒の学習指導などにあたる藤原照康さんです。全日制の評価は、まあ、僕もそうでしたけど、やっぱりテストがどれだけできて、どれだけ単語を覚えられて、どれだけいい大学に行けたかが基本的には評価指標になっているので、本来自分たちがやりたいことで社会では全然生きていけるけれども、今の全日制だとそれが潰されてしまうとか、まあ、潰されてしまうっていうとかなり語弊あるかもしれないですけど、やっぱり気づけないと思うんですよね。なんでその気づけるのと、それを最大限というか本当に本気で応援する大人がそばにいるかどうかみたいなのは、まあ、すごく大事なんじゃないかなというふうに。清風館の特色の一つが PBL と呼ばれる取り組みです。 PBL は正解が一つではない社会の課題に対して調査や検証を行う課題解決型学習です。現在進んでいる取り組みの一つが明石市の町の魅力発信です。明石市の特徴、例えば育児に力入れるとことか、住みやすいっていうとこでを紹介する、簡単に、ま、ちゃんとなんてそのそこのところを押しただけでも簡単にそのことがその情報が分かるようなやつを作りたいって言って、それをみんなで考えてやってるって感じだった。 PBL は生徒それぞれが興味のある課題に取り組みます。味選べるのいいかもしれません。甘口、中辛、辛口、すごい。こちらのグループはみんなでポップコーンを試作。祭りの運営に携わって地域の活性化について考えるプロジェクトです。1個100円。じゃあこれともう一個なんか買っとく。試食とかないんですか。試食とかはどうする。まあ今は、今はない、今はない、じゃあとりあえず買えと、食べたければ買えと、はい、PBL は人や社会と関わり自分が活躍できるフィールドを模索してもらう狙いです。神戸 PBL っていうのをやってて、それの唐戸台っていう場所の夏祭りのやつなんですけど、それで使うその
ポップコーン売るための紙コップのにロゴを入れようとしてて、それのデザインをちょっと今考えてます。この学校で生きる力を養い、自分の進む道を見つけてほしい、そう願うのは保護者も同じです。正直中学校の間は学校面白くないとか楽しくないって言って、もう今なんで この勉強をしないといけないのかって思いながら、まあ、休んでる時期もあったんですけれども、4月以降はもうすごくまあ楽しい、まあ、入る前からはもう絶対この高校がいいって言って入学したので、まあ、期待通りというか、本人はすごく楽しんで今登校しています。コロナの後遺症で全日制の高校高1で、まあ、全日制に入ってもう通えなくなったので、通信制に対するやっぱりその知識も少なくて、道から外れてしまったねみたいな、どうしようかなみたいなところは口には出さないながらもちょっとあったんですけど、自分のやる気さえあればどうにでも広げていけるこうステージだなっていうことが分かったので、今はもう本当に楽しみでしかない感じですね。良かったと思います。自分の偏見とかもなくなって。開校から3ヶ月半、1学期最終日はこれまでの活動やそれぞれが進めている PBL の進捗を発表しました。地元だけでなく北海道の環境問題にも取り組んだ生徒も。北海道版 PBL とは北海道の網走を舞台としたプロジェクトで、網走の環境問題について地元の高校生とともに協力して考えていくプロジェクトです。9月に網走現地を訪れ現地を見学します。そして最後に11月、もう一度北海道の網走に行き、現地の高校生とともに発表会を行う予定です。今まではその PBL でその誰かが提案してきたことをなんか支えるみたいな形でやってきたけど、これからはその自分で提案して、でそれをなんかやっていきたいなって思います。僕が将来その海外に行きたいなと思ってるので、でもなんかそのまだ英語の能力が足りてないから、その英検3級をまあとりあえず夏休みの間に目指そうかなと思います。以上です。1ヶ月半の夏休み、藤原さんは決して無駄にはしてほしくないと生徒にエールを送りました。みんなが動いたことで大人が本気になるということを実感してほしいなって思うんですよね。だから自分のその興味関心とかをやりたいって言って、やりたいことを実現していったら、なんか大人の顔色も変わるし、自分たちのやることも知らぬ間になんかこうできるようになってる。皆さんが世界を動かしてほしいというか、必ず動くのでぜひやっていってほしいなと思います。報告会の後の球技大会も生徒の提案で実現しました。自分のやりたいことを見つけ、背中を押してくれる大人がそばにいる。明石の小さな学校から教育改革が始まっています。